こんにちは、浜田剛です。浜田さん、今日はマイク・タイソンについてお話しください。1986年に初めてタイトルを取ったんですね。それまでにいろんな、まあ、週刊誌ないし、報道があって、全勝で、強い選手がいるというふうに取り上げられてはいたんですね。ただ体型、見ると当時身長が1メートル80、体重が約100キロ、まあ正確には99キロぐらいですかね。そうするとヘビー級ではそんなに大きくはない、ただ連続KOをずっと続けているという選手ではありましたけど、本当に強い選手とやった時はどうなのかというふうにまだわからないところはあったんですね。それがトレバー・バービック、当時の世界チャンピオンを2ラウンドでノックアウトした試合なんか見ると、そのチャンピオンがダウン取られて、リングの端から端まで多頭にも立てないまま転がってしまうと、その状況を見ると見た目以上のパンチ力なんだというふうに思った試合だったですね。それと同時に、まあ、とてつもない選手が現れたもんだというふうに思いました。それで、まあ、この話題がアメリカではもちろんですけど、日本でも相当まあ注目されるようになって、ちょうど東京ドームのこけら落としで、マイク・タイソンの防衛戦をするようになったわけですね。その時の試合も2ラウンドでノックアウトを勝ちしたわけですけど、その時の練習約1ヶ月ぐらいあったんですかね、まあ、基本練習そしてスピードの練習、その中で、そうですね、練習休んだ日があったわけですね。なんで休んだかというと、爪が割れてしまったと。なんで爪が割れたかというとですね、ガードを下げちゃいけない、相手のパンチを食っちゃいけないということで、ガードを下げないために常に親指を噛んでたということだったんですね。本当初心者のやり方というかですね、基本的なことですよね。絶対にガード下げないと、打たしちゃいけないと。世界チャンピオンになってもそれを忠実に守って、まあ人間疲れると自然と下がるもんですけど、絶対下げないようにということで、親指を噛んで下がらないようにしたと。それで練習を休んだことがあったですね。それぐらい世界チャンピオンになっても基本は忠実に守る選手だったですね。東京ドームでマスター・ダグラスに負けた時の感想をお聞かせください。そうですね、まあ1戦目、東京ドームでの1戦目は、まあ、衝撃的な試合ではありましたけど、2戦目の場合はですね、ちょうどスタッフも随分変わったんですね。それで、試合の1ヶ月ぐらい前に日本入ったんですかね。ほぼ毎日練習を見たんですけど、やっぱりトレーナーも変わって、そうするとですね、やっぱりその時感じたのが、チームワークがうまくいってなかったところが あったんですね。練習中でも意見の食い違いで、長い間練習をストップしてでも議論をしていたということで、それで、公開練習コールデンホールで、やったわけですけど、その時に、公開練習の最中に、タイソンがいいパンチ食って、その時に、トレーナーがそのスパーリングを中止したんですね。それがやっぱりいいですね、タイソンからも納得いかなくて、また喧嘩みたいに言い合いしてしまったと。
まあ、確かに私も見ていて、あれだけお客さんが入ってるところで、プライドもあるし、一発いいのを打たれたのは確かではありますけど、スパーリングを止められてしまったっていうのは、やっぱり現役の世界チャンピオン納得いかなかったであろうというふうには思いましたね。それで、まあ、その当時のトレーナーも名トレーナーと言われたトレーナーではあったんですけど、そのトレーナーに新聞記者が、まあ、通訳を交えてインタビュー したわけですけど、そのトレーナーもですね、インタビューに答えながら、まあ、私はちょっと離れて見てたんですけど、手が震えてるんですね。やっぱりですね、マイク・タイソンを負けさせたら大変だというプレッシャーがトレーナーにも相当、重荷としてのしかかっていたのかなというふうに、その状況を見て思いましたね。それで、その試合内容を見ると、当時アメリカでの掛け率が確か42対1だったと思うんですね。まあ、圧倒的ですよね。それはやっぱりタイソンの力、それと挑戦者のバスター・ダグラス、まあ、普通に考えるとその違いは差はあったでしょうけど、ただタイソンの1ヶ月間の練習を見ると調子は良くなかったですね。あとバスター・ダグラスの練習内容はですね、10人ぐらいで、練習してたんですかね、10人はいかなかったですか。みんなでチームワーク良くて、この盛り上がり方っていうのはいい盛り上がり方していたですね。それで試合始まって、スタート見ると、まあ、バスター・ダグラスは絶好調、タイソンはどうもリズムに乗れない状況、それが3ラウンド目入った時にはもしかしたらこの試合わからないなというふうに感じたのが、2ラウンド終わり頃から3ラウンドにかけて、この試合どんでん返し、もしかしたら、番狂わせ、大番狂わせあるかもしれないなというふうに、思ったのが2ラウンド終わりから3ラウンドにかけてですね。そしたらですね、やっぱり打ちず打たれず3ラウンド4ラウンドっていくと、やっぱり危ない状況があったと。当時リングサイド15万円だったんですけど、当時の実況アナウンサーがリングサイド15万円、高くないという本音を言った実況だったんですね。まあ私もリングサイドにいて、この番狂わせが本当に日本で起こるんじゃないかという状況だったんで、アナウンサーの言ったことに、関しては、実際に同じ気持ちではあったんですね。実際に、そのコメントが大きな問題に、その後なったんですね。どういう問題かというと、当時15万円というのは大変な金なんだと、何だと思ってるんだという文句の電話が随分あったということですね。まあ、言われてみたら15万円というのは相当な金額ですから、ただ我々、リング下にいて実際に率直の気持ちっていうんですかね、こんな番狂わせもお金払っても見れるもんじゃないというのがその時の率直の気持ちだったですね。それでその流れがそのまま行って、もしかしたらやっぱりタイトル移動あるんじゃないかというふうに思っている時にマイク・タイソンの一発で、ダウン取ったと。あ、やっぱりと、パンチがある、強いと思ったのが8ラウンド、それでゴングに、バスター・ダグラスは救われたと。それで9ラウンド目に入って、このラウンドはノックアウトするであろうと思ったんですけど、やっぱりですね、1ラウンド目から7ラウンド、8ラウンドとマイク・タイソン打たれっぱなしの状態だったわけですね。ダウンは取ったけどダメージの蓄積があったと。それで、ダグラスは8ラウンドにダウンしたんだけど、一発で倒されたと。
だから追い打ちはかけられてないから、その後にゴングで救われたんで1分間休憩して、予想以上に回復してきたと。それで9ラウンド目入ったら、まあマイク・タイソンまたノックアウトするんじゃないかと思っていたら、タイソンに力がどんどん余力がなくなってきてると。ダグラスはまた元気になってきたと。このラウンドですね、ダウンはなかったけど10対8になるんじゃないかというふうな打たれ方だったんですね。それで10ラウンド目、タイソンがいいパンチ食って連打されてダウンした。それで、マウスピースを拾って、加えながら立とうとしたけど、テンカウントしたと。テンカウント負けてしまったと。やっぱりその瞬間には、強いチャンピオンでも負けるときは来るなという、残念な気持ちにはなったですね。試合終わってからいろいろとまた、マイク・タイソンがダウン取った時のあれはロングカウントだったといういろんな問題が出てきて、そのまま記者会見に入ってですね、確かに、バスター・ダグラスがダウンして起き上がって、最終的には14秒くらい測るとあるんですよね。それがロングカウントだということで、もう結果は出ていますから、ただすぐのリマッチというふうな話が持ち上がってきたと。レフリーも自分のミステイクだったというふうに、いろんな話が出たのがあの試合だったですね。浜田さんから見たマイク・タイソンはどういう人間でしょうか？そうですね、本当純粋というかですね、子供好き、そして動物好きで、いいところというのはそういう心優しいところあるわけですけど、それはあんまり映像として出されてなかったっていうところはありましたね。アメリカで、タイソンの試合行くとですね、試合の3日前になるんですかな、2日前の計量、そして試合の3日前ですか、共同記者会見、大きな会場で記者会見やるわけですけど、その時のはもうどんな質問をしてもいいと。それでどんな質問にも答えなければいけないっていう、そういう、流れがあるわけですね。それでですね、タイソンに対しての質問というのは、日本じゃこんな質問できないよなという、質問が結構多かったですね。一つ例を言うとですね、じゃあ今の心境どうですかと。コンディションもベストで、やることをやったし、あとは休むだけだと。ちょうど今日リラックスさせてくれる人が来るから、その人の話を聞いて、自分はリラックスして、試合に臨むんだと。普通の答え方ですよね。そしたらですね、どこの記者か、女性記者でしたかな、調子はいい、あとはもうそういった人の話を聞いて、リラックスして試合に臨むだけだと。じゃあ調子はよくて、その人の話聞くということは、あなたは異常性格なんですかと。よくこういう質問来るな、思うようなんですね。そうするとタイソンもまたそこでふてくされて、質問には答えなくなると。その表情をまた映像で流れるということで、全部最初から最後まで見てるとですね、一部分を切り取って流すとやっぱり悪く映ってしまうんじゃないかなというふうに、当時はよく思ってましたね。ですから
純粋な気持ちではあっても、いろんないじめがあったというふうに当時は見えましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。